はい、今日のお散歩コースはここです。どこでしょう。ど自然ど真ん中っていう感じですね。ここは、野付のとどわらっていうとこです。僕もパンフレットでしか見たことなくて初めて来るんですけど、どこまで歩くんでしょうね。なんか見えてきました。なんか向こうの方に人っぽい、あ、人ではない、人影っぽいのがたくさんあるんで、あそこがゴールですかね。だいたい 1.5 キロくらいなのかな。いやすごいな、これすげえ大自然だよな。この大自然の中、なんかマスクしてるの申し訳ないなって気分になるんで、ちょっとマスク外して行き過ぎます。回復するわ。もうこの空気みんなに瓶に詰めて送ってあげたいもん。めっちゃ気持ちいい。はい、割と到着気味かな。あ、これは写真スポットか。とどわら、なんだここは。すごいぞ、木道。さらに奥まで行けるんだ。やば、すごい。こんなとこです。うわー、マジすげえ。船がいる。これどこまで続いてんだろう。めっちゃすげえ。何キロのお散歩するんだろうね。まあね、自然の空気に触れながら。でもすごい、鳥鳥見えるかな。うわ、めっちゃ飛んでってる。気持ちがいい。いやすげえ鳥、見づらいな、まあ、伝わんないかな。これは右か左か選択肢は、左は手すりがあって右は手すりがない。難しい選択です。まず手すりない方から行こう。ここ湿地帯、ラムサール条約制定されてるみたいですからね。あ、すごい行き止まりかな。いや、何なんだこれは。な、普段生活してて見ないよな。あの黒い点々は全部鳥。何が書いてあるかな。おお、めっちゃ首の長い鳥がいる。こいつ。なんだなんだ。お、降りないでください。ここに情報は何もない。情報じゃないんだな。感じろってことなんだな。感じてます。自然の空気、気持ちいいわこれ。最高です。手すりの方から人の集団が来た。あれ船乗ってきてんのかな。多分そうだろうね。人が歩いてます。では僕はあの流れに逆行して次は手すりの道を行きたいと思います。マスクしないと。このマスクで自然の空気を遮断する。やべ、危ない。見てこれ、海、湖、わかんないけど上にいるよ。すごいとこにいるなこれ。これマジすげえ。ほんとこの橋作ってくれた人に感謝だね。素晴らしい、こんな場所歩けるなんて。ではまだ道は続いてるんで行きます。あそこから船か。あー、そういうことね。だから人たくさん手上がるんだ。うわ、この道すげえ。ここに繋げたってことか。ちょっとこれ手すりが終わって
この石垣、これも作ってんのかな。でもいやすげえな、我々に自然を体感させるためにできた道。いやうわ、いやこれは回復するわ。いやいいね、最高です。船に乗れないけど、あの船のとこまで行っていいのかな、ダメかな。え、これどうなってんの途中から。あ、砂浜歩くの。戻ります。